いのツンツブ爆音はあっち向いてホイ後半戦、女のプライドをかけた激しい攻防戦を展開かと思いきや突然の乱入者。自分から出てきといて何気まずいだよ。果たして勝負の行方は。爆音はご覧のスポンサーの提供でお送りします。さあ始まりましたツンツメ爆音、あっち向いてワイグランプリを開催します。今回優勝選ばれた方にはこちら夢の国のパスポート、はい、これがありますので。6年ぶりに復活した伝説の企画、あっち向いてパス、改めあっち向いてウォイグランプリ。総勢28名のキャストが豪華賞品をかけメンバー同士で真剣バトル。あっ、おお、決まった。あ、終了。見事第3回戦への切符を手にしたのはご覧の8名。今夜ついにクイーンが決まる。さあ決勝トーナメントの8名で揃いました。堀内さん対井上さん、第3回戦からはトーナメント方式。抽選の結果、対戦の組み合わせはこのように。ありますか、何か意気込みなど。うん、いや、負けません。負けません。ここまで来たら、はい、割とこういう決勝戦残ることが多いんですけど、うん、優勝したことが経験がないので、はいはい、絶対今日は優勝したいと思います。なるほど、うん、はい、3回戦ルールは泣いても笑っても一発勝負。一発です。一発、一発です、一発です。はい、というわけでいきましょう。せーの、最初グー、じゃんけんぽい、あっち向いてぽい。指導、指導入りました。はい、指導、指導2個で負けですからね。はい、あ、なるほど、行きましょう。あっち向いてパスで、あ、大きいでしょう。じゃんけんぽい、あっち向いてぽい、はい、じゃんけんぽい、あいこでしょう、あっち向いてぽい、じゃんけんぽい、あっち向いてぽい。強い、終了。強い、確かに強い、負けちゃった。強かった。さあ堀内さん2回戦進出。強いね。さあ2回戦続いての対決は兄ちゃん vs ふーちゃん。松本です。松本さん、はい、というわけでどうでしょう、相手にとって。さっきの試合すごくもほいほいほいみたいな。そうなのよ、そうなのよ、すごい嫌です。うん、嫌だ、やっぱやりづらいよね。松本さんじゃハンデを若干差し上げて、やっぱ松本さんもこうやらなきゃいけないってことですか。いや、はい、なんか難しいですけど、はい、あっち向いてウォイから、はい、ちょっとボーリング得意なようなので、はい、ボーリング気持ちはマジで。はい、じゃあ行きましょう。じゃんけんぽい、はい、こんでしょ、あっち向いてウォイ、じゃんけんぽい、あっち向いてウォイ。全くやる気ねえじゃねえか。あっち向いてウォイ、やだ。審議です、審議です、審議です、審議です。今うなだれただけですか。え、ちょっと上向いてないですよね、多分ね。上向いてないです、向いてないですよね。もう一度行きましょう。すいません、じゃんけんぽい、普通ですよ。じゃあじゃんけんぽい、あっち向いてぽい。あ、終了。メンタルやられましたね。確実にさっきのでボーリングのこと考えたらちょっと気が回らなくなっちゃった。気が回らなくなっちゃった。はい、さあというわけで、松本さん勝利。さあ次は第3試合。さあお次は1期生のミーニョン対9期生のニコプ。はいはい、ミーニョンっていう感じしないですけどね、なんか結構敵正しそうで、あんまりはいはい、こんな面白いキャラが眠ってたんですね。しばらく出てなかったの、わからない、なかなか独特の方でね、面白かったですけれども。さあ行きましょう、せーの、じゃんけんぽい、あれニコでしょ、あっち向いてぽい、多いですね、接戦ですよ、あいこでしょ、あっち向いてぽい。おー、終了。さあニコプー勝利しました。ニコプーパワー受けてどうでした。ニコプーパワーってすごいんだなって思いました。いや、それ本当に包み込んでくる先輩でね、はい、優しいですね。温かい、温かい。ミーニョン一番仲いい方誰なんですか。一番、うん、一番仲いい方、あ、複雑なことを聞きました。申し訳ないです、ごめんなさい。そういうんじゃないんですね、皆さんと友達。そうです、皆さんと友達。仲良くしてあげてね、みんなね。頼むよ、仲いいのね。仲いいです。いや、学級委員長が取り繕うように言ったじゃん今。いや、本当に天使すぎて誰も悪口も言わないんで。なるほど。さあ、というわけでミコップ勝利、おめでとうございます。続きは第4試合、
ハリオさん対石川さん。あ、また不思議対決ですね。ここはここで不思議対決ですね。どうですか、ハリオさん、先輩も目の前にして。なんかありちゃんさんは計算とかしなさそうだから、うん、楽しんでやりたいなって。しないんじゃないです、できないんですよ、ハリオさんは。お願いします。確かに独特一種格闘技戦、不思議な感じですけれども、いきましょうか。いきますよ、じゃんけんぽいからいける、はい、のじゃんけん、あ、いいよいいよ、自由にやって、自由にやって、先生何も言わないよ、自由にやって、いいよ、どうぞ。じゃんけんぽい、あっちむいてじゃんけんぽい、あっちむいて。おー、終了。早かった、早かった。あれ、首が痛くなりました。自分次第だよそれ、自分次第なんだよ、そんなやるからだよ。うーん、楽しかった。負けてしまいましたけど、どうでした？いや、でも、あの、ここまで残れたっていうことが、うん、本当奇跡なんですよ。あ、そう、こういうのあんま苦手なんだ。じゃんけんが弱くて、本当に良かったです、楽しかったです。石川さん、どうでした？楽しかったです。本当に、はい、あんま楽しそうじゃないけれども、楽しかった？楽しかったです。本当？わかります。というわけで、石川さん、勝利。バクステ外観第一丁目10枚目メモリアルシングル「モイ」絶賛発売中。秋葉原バックステージパス2018年度アイドルキャスト募集中。国内最大級のアイドルカフェで働きながらトップアイドルを目指しませんか？バックステのセンターに立つのはそこのあなたかも。秋葉原で待ってます。あっち向いてはい、準決勝。ここまで勝ち上がってきたのはカオタン、フーちゃん、ニコプ、フジカちゃん。ここから少しルール変更、山本さん説明よろしく。さあ、続きまして準決勝ですね。ちょっとルール変更して、あっち向いてウォイの数を増やします。あっち向いてウォイウォイウォイ3回やっていただいて、そのどれかにも1個当たったらもう負けです。もう負けちゃうんです。じゃんけんが相当なね、ウェイトを締めてきますので、皆さん頑張ってください。ルール厳しくない？あっという間に終わっちゃいそう。ここまで勝ち残ってきた猛者たちだぞ。そう簡単に勝負は決まんないだろう。いいでしょうか。はい、特殊料理ですけども頑張ってください。はい、せーの、最初はグー、じゃんけんぽい、あっち向いてほいほいほい。何がしたい、何がしたい、斜めに切りかかってったけど、ちょっと痛すぎて分かんなくなって。でも今かわしてましたよ。そうですよね、こっちが下向いてましたから、かわしてました。続きまして、いきましょう。最初はグー、じゃんけんぽい、あっち向いてほいほいほい。おお、すごい、かわした、すごい、かわしてる、かわしてる。さあ、最初はグー、じゃんけんぽい。あー、すごい、今ズル出してました。今根っからのあるですか？なんかこうなっちゃいました。なんこれ、これ最初はグー、じゃんけんぽい、あっち向いてほいほいほい。お、強い、セーフ、抜けた、セーフ、抜けた。これじゃんけん弱すぎです。ちょっと今のところで9回かわしてますので、9連続負けたのじゃ一緒ですから。最初はグー、じゃんけんぽい、あっち向いてほいほい。ちょっとだけね、向いた方向に持ってってる癖があるので、同時に行きましょう。同時に、さあ、じゃあ、あっち向いてから行きますよ、はい、せーの、あっち向いてほいほいほい。セーフ、セーフです、セーフです。さあ、行きましょう。最初はグー、じゃんけんぽい、弱い。行きますよ、せーの、あっち向いてほいほい。やったー、松藤さん勝利。いや、ほんとよ、全部勝っちゃった。そうよ、1回も勝てなかったです、じゃんけん。17回目にしてやっとよ、あなた。結構かわしたので。結構かわしましたよ。ダメでした。さあ、残念ながら、まあ、明らかにじゃんけんが弱かったという範囲ですね、はい、これはね。残念です。はい、松藤さん、おめでとうございます。ありがとうございます。さあ、というわけで、ブーちゃん対ニコくんちゃんの力対決でございますけれども、どうですか、相手に見て。なんか謎だから、ちょっと誰が言ってんだおい。誰が誰をいじくってんだおい。はい、逆にニコプちゃんいかがですか。謎な存在。なるほど、わかりました。お互い謎対決ということで、なんとなく今ルールわかりましたね。はい、はい、じゃんけんが結構大事ですよ。はい、さあ、行きましょうか。
対象はグーじゃんけんぽい。あっち向いてほいほいほい。おお、かわしたかわした、素晴らしい、かわしました。さあ最初はグーじゃんけんぽい、あっち向いてほいほいほい。おお、かわした、かわしてる、かわしてますよ。意外といい勝負。いい、最初はグーじゃんけんぽい、あっち向いてほい。あー、終了、抜いちゃいました、終了です。強い、いや、じゃんけんが弱いんですよ。残念です。どうでした、はい、やってみて。まあいつもここぐらいで終わります。悲しい、自虐、自虐がバコン。さあ、というわけでいきましょう、決勝戦。さあ、決勝戦はさらにルールを変更いたしまして、もうじゃんけんはなしです、今度。じゃんけんなしで、あっち向いてウォイを1人5回持ってます。ウォイ、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 5回で、当たった数が少なかった方が勝利です。1回ずつやっていただきまして、はい、あ、なるほど、はい、引き分けだったらもう1回勝負です。これを2回戦やります。で、2勝したら勝ちです。わかりましたか、大丈夫ですか。はい、いよいよこれで世代のバックステージ戦だ。1つ目センターが決まるんだね、はい、それよりも夢の国チケットが目的だろ。じゃんけんなしですよ、はい、はい、ちょっとルール複雑ですけど、どっちからやるんですか。あ、先攻後攻じゃんけんしましょうか。じゃあ、はい、どうぞ。先攻後攻だから、地方によるから、そういうの地元によるから、うん、いいんだけど全然、はい、じゃんけんぽい、アイコでしょ。あ、じゃあ決めていただいていいですよ。じゃあ先やります。先やりますか。先に刺したい、わかりました。でリズム的にはあっち向いてウォイ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 。皆さん見てください。で、どれぐらい判断がね、つかないんでね、一番この中で判断がつく人は、じゃあ諸星さん、ちょっとせっかくなこっちで判定員お願いします。はい、いきますかね。諸星さん、判定員をお願いします。分かりました。はい、はい、何かを盗もうとしてるんですか。大丈夫です、頑張ります、はい、大丈夫ですか。はい、あ、いいですね、いいですね、構えが素晴らしいです。腰が入ってます、いいですね、はい、非常にいい判定員です。じゃあとりあえず指差すとこいきますよ。あっち向いて、じゃあいきますよ、せーの、あっち向いてボイ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 。あっ、1回ですか。1回いきましたね、1回で成功でした、1回です。はい、モナカ、今度逆いってください、はい、ね、さあ、いいですね。こんな可愛いストーカー初めて見ました、僕は、はい、さあ今度攻めです、はい、5回中2回以上成功すればまずは一緒です、いきましょう、せーの、あっち向いてウォイ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 。あー、2回ですね、2回です、2回です。あー、いいところだね。というわけでまずは松本さん1勝ですね、はい、まずこれで1勝です、はい、これを2勝した方が勝ちです。もう一度じゃあ、はい、お願いします。さあ、いきますよ、もうちょっと早いペースでいきますか。じゃあペースに教えますね。あっち向いてウォイ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 。これでいきましょう、いきますよ、いきましょう、せーの、あっち向いてウォイ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 。あ、2回2回ですか、ごめんなさい、モモさん、いらなかったです、僕分かりました全然。モモさん、ごめんなさい、めちゃめちゃ俺分かりました、さっきから思ってましたけど、いらないかな、もっと難しいかなと思ったんですけど、でも一応呼んでしまった手前はいいですか、こっちが言っていただきます、すいません、何度も何度も。さあ、行きましょう、せーの、あっち向いてウォイ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 。おー、2回、もう1回行きましょう、じゃあこっちが先行です、はい、行きますよ、もう1回ですよ、今引き分けだったんで、せーの、あっち向いてウォイ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 。あー、1回です、1回よ、はい、ポロブさん、お願いします、ポロブさん、お願いします、はい、もう見えない指が、いきますよ、せーの、あっち向いてボイ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 。あー、これは2回です。というわけで松本さん2勝勝利、優勝は松本さん、嬉しい、やったー、そう、はい、さあ負けてしまいましたけれども、ニコプどうでした。でもなんかここまで残れて嬉しいです。嬉しい、はい、まあしょうがない、これも潔く負けを認めますか。はい、はい、というわけで優勝しましたけども、一言お願いします。え、私あの敗者復活かなって。あ、そうか、そうか、優勝嬉しいです、ありがとうございます、はい、というわけで優勝しました松本さんには副賞としてこちらをプレゼントいたしますよ。ちょっと待った、あら、どうしました。
どうしました？松本風花ちゃんが優勝と聞いたんですけど、はい、私も倒さなかったら優勝認めません。あら、これはちょっと今バックスで届かんだ1丁目のこのじゃんけんボーイ対決に選ばれしね、選ばれしの広沢さんどうしました？私なんで私ここにいるんですかね。いやいや、それ自分で入ってきましたから、記憶障害だったとしたらどうしました？あっち向いてボーイをやってるって言ったんですけど、やりましたよ。私初回の時優勝してるんですよ。でも初回だって6年前ですよ。はい、うん、でから、うん、でからってなんだよ。でからってなんだよ。だじゃあどうしたらいいですか？ディフェンディングチャンピオンを倒さなきゃダメだってこと？うん、らしいです。らしいです。俺スタッフにやらされてる手はやめろ。おい、自ら来い、自ら。そうです。じゃあ分かりました。広沢さんに勝たないと真のチャンピオンにならないってことですか？はい、はい、ちゃんと戦うのなんかちょっと気まずいですね。気まずいです。自分から出てきておいて何気まずいだよ。おい、気まずいね。まあ、さあ本当にこれ最後の対決になります。もしもし、はい、ここで負けちゃったな、はい、これはもらえないんですか？これはもらえないですか？広沢さんに行くんだ。するとないだ。いや、それやっぱ選ばれしですから、やっぱり抜けなきゃよかった。抜けなきゃよかった。そうなんですよ、抜けなきゃよかったんですよ。抜けなきゃよかったんですよ。ねえ、ということで松本 vs 広沢、真の女王は一体と、その前に CM です。国内最大級のアイドル育成型エンターテインメントカフェ、秋葉原バックステージパス。バックステ外神田一丁目の楽曲やスペシャルステージなど、毎日イベントが盛りだくさん。皆様のお越しをお待ちしています。純情のアフィリア発売中。秋葉原バックステージパス2018年度アイドルキャスト募集中。国内最大級のアイドルカフェで働きながらトップアイドルを目指しませんか？バックステのセンターに立つのはそこのあなたかも。秋葉原で待ってます。バックステ外神田1丁目10枚目メモリアルシングル「WOI」絶賛発売中。バックステインフォメーション。どうも、秋葉原バックステージパス6期生のカンちゃんこと神崎翔です。はい、3月度マンスリーランキング第1位、本当にありがとうございます。お誕生日好きということで初めての1位をいただけてとても嬉しいです。みんなに支えられて本当に嬉しいです。これからも頑張るので応援よろしくお願いします。さて、ここで皆様にお知らせです。バックステージ外神田1丁目通算10枚目のシングル「WOI」が絶賛発売中。ボイはすごいかっこいい曲になっていたり、カップリングは可愛い楽曲があったり、すごいいい曲ですね。みんな聞きましたか？そして秋葉原バックステージパスではゴールデンウィークにボイボイと盛り上がること間違いなしのイベントを開催します。バックステージ外神田1丁目はもちろん、私が所属するエラマネシ、そして私たちと共にこのアイドル戦国時代を生き抜くアイドルさんたち、そして今後大注目のフレッシュなアイドルさんたちが来てくれる予定です。ついでに言うと、先日行われた秋葉原バックステージパス6周年メモリアルライブの DVD をゴールデンウィークに向けて絶賛制作中みたいです。間に合うように期待しててくださいね。さらにさらに、個人的に PR したい子がいるみたいなんですが、呼んじゃっていいですか？あ、ダメですか？あ、そうですよね。それではこの辺で。ちょっと待って、何言ってんの？いや、呼んでくれるはずじゃないですか。乱入しちゃったんですけども、個人活動をね、はい、ちょっとアピールしたいなと思いまして、はい、じゃあまずは日付順に行きます。ちょっとここにいないんですけど、ナナミとロロさんが2人に出演されます、はい、はい、タイトルはボブジャック勝ってないじゃん。キノコ、ボブジャックのキノコのねそして、マイさんが出演されるのははい、マネシツグミという舞台に出演させていただきます。5月9日から13日までゴールデンウィーク明け、新宿スターフィエルさんにて行わせていただきます。こちらなんと私初主演でーす。セリフが多くてびっくりしてます。当たり前です、主演なんだから。そしてはい、そして私も同じく5月9日から13日まで、今度はですね、下北沢の衝撃の楽屋さんにてやらせていただきます。青色ボフボフ
フロムノアのおもちゃ箱を5回いないいないばという作品に出演します。こちらなんと初めてのコメディ作品ということでバッハうせえな巨大児が生まれてしまうというドタバタコメディらしいんですけれども、まあどんな話かっていうのは劇場で皆さんぜひご覧ください。よろしくお願いします。イエーイ。あ、忘れるところだった。ただいま秋葉原バックステージパスでは2018年度アイドルキャスト大募集してます。2018年度ですね。そうですね。はい、この国内最大級のアイドル育成型エンターテインメントカフェで働きながら私たちと一緒にトップアイドルを目指してみませんか。7周年目を迎えた秋葉原バックステージパスですが、この個性豊かな先輩たちを蹴散らしてくれるフレッシュな方大募集でーす。え、ちょっと困りますよ、そんなことになっちゃったでもそれぐらい勢いがあるね。新人キャストがどんどん増えるといいなと思います。詳しい応募方法は秋葉原バックステージパスのホームページをご確認ください。どうもお待ちしてます。待ってるよ。ツンツルバックをご覧の皆さん、私たち河合くるみと浜口蘭子と神崎志保と萌奈月と朝倉ゆり、輝きの未来へ君とエマネキです。はい、はい、私たちね、ヤバイシなんですけど2018年から新メンバーが新たに加わりまして、絶賛活動中なんですけど、そんな新メンバーも呼び込みたいと思います。カロン、イエーイ。ご紹介お願いします。はい、本木ひとみと黒沢舞です。はい、そんな私たち選ばれしは6月13日に5枚目のシングルもっとねもっとをリリースさせていただきます。5枚目です。5枚目。この曲はですね、まあハードロックと言いますか、リメだと言いますか、ね、今までにねとってもかっこいい曲調になっております。そしてなんとただいま絶賛放送中のテレビアニメ立花館トライアングルの主題歌にもなっております。ラボレッシュ CD 発売記念イベントとして各地でリリースイベントを行っております。今週の土日は土曜日、21日は昭島森タウンさんにて行われます。そして22日はエソラ池袋さんでイベントを行ってますので、ぜひ公式ホームページをチェックして遊びに来てください。お待ちしてます。しかもね、あの4月22日はラボレッシュが襲名披露公演を行ってから2年ということで、秋葉原バックステージパスでも20時から、ライブございます。そして私たちのホームである秋葉原バックステージパス店舗でもラブレシの定期ライブが開催されます。4月からスタートしたんですけども、詳しい情報は秋葉原バックステージパスの公式ホームページをチェックしてください。はい、ということで6月13日に発売になります、もっとねもっと応援よろしくお願いします。今日もね、ムービーの撮影ということで、ちょっとこんな感じで楽しみにしてください。すごいよ、すごいですよ、すごいよ。はい、ということで輝きの未来へ君と選ばれしでした。バックステ外観第1丁目、10枚目メモリアルシングル WOY 絶賛発売中。秋葉原バックステージパス2018年度アイドルキャスト募集中。国内最大級のアイドルカフェで働きながらトップアイドルを目指しませんか。バックステのセンターに立つのはそこのあなたかも。秋葉原で待ってます。純情のアフィリア発売中。VS 広沢、あっち向いてワイグランプリ、真の女王はどっちだ。じゃあというわけで最後あっち向いてホイ対決ですけども、じゃあ広沢さん、どれが良かったですか。今のところ3つぐらいルールありましたけど。3つぐらいルールありました、うん、あんま見てなかったねあんま見てなかったね。じゃんけんしてあっち向いてワイってするやつか、うん、そうわかんないです。じゃあ逆に言えばチャンピオンがやっぱここまで来ましたからハンデありますから選んでいいですよ。最後のにしますか。わかりました。でそれで言うたなんでよなんか負けたらなんかお前なんで出てきたんだみたいな。そんなことないよ、全然大丈夫よ。これはお願いできますか。審判諸尾先生お願いします。じゃあしょうがないです。よろしくお願いします。すいません、よろしくお願いします。
なんで泥棒みたいな聞き方、泥棒みたいな聞き方もりはするんじゃないの。チェックしないんですよ。じゃあこちら決勝なんで日本選手ということにします。はい、せーの、あっち向いてウォイ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 、はいはい、そうです。それじゃあ、あれしますか、お互い目をつぶってやりますか。ああ、いいですね。ね、これずるしなくていいですから、お互い目をつぶる、なそうと反転いきますからね。はい、はい、よろしく。もう運ですね、これはもう完全運ですよ。じゃあ先行後攻どっち、じゃあ先行してください。はい、先行松本さん、目をつぶって、そうそう、松本さんは目をつぶればいいんです。あ、私は目つぶる、そう、私目つぶるんですよ。それでこれ公平性、はい、公平性が保たれますから。じゃあリズム的にあっち向いて、おい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 ね、いきますよ、せーの、あっち向いて、おい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 、どうですか。ちょっと逆から見ちゃったじゃん。なんでだよ。全部あった気がする。確かに逆から見てました。本来こっちから見なきゃいけないのに。皆さん多分分かりましたよね、おそらくゼロです今の。はい、ゼロでした。これは大いに勝つ可能性出てきましたよ。はいはい、4回超えちゃえばいいんですよね。そうです、5回ですかね、5回です、はい。はい、いきます、せーの、あっち向いて、ほい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 、いかがですか。1回抜きました。こんな下半ないよ、こんな下半ないよ。じゃあもう1回松本さん、はい、いきますよ、せーの、あっち向いて、ほいほいぼいぼいぼい、あ、2回行きました。お、まだかな。逆です。はい、行きましょう。なんでこんな楽しそうなんですか。そうですよ。さあ行きましょう、せーの、あっち向いて、ぼい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 、1回。というわけで1対1。行きましょう、せーの、あっち向いて、おい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 、1回向いてます。さあ最後です。これはもう泣いてもらっても最後にしましょう。じゃあこれ勝った人にチケット差し上げます。はい、せーの、あっち向いて、おい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 、1回です。あなたが自信を失ってどうするんですか。唯一のルールなんですか、あなたが。1です、気合入れて1です。さあもう一戦です。なんかやってる感じがしなくて。うん、いいんです、いいんですよ、いいんですよ。いいんですよ。いいんですよ。全然判定をされてますから。判定されてる。はい。これはもう不正がないからいいですよ。非常にいいです。はい。お願いします。すみません。はい。いきますよ。せーの、あっち向いて、おい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 。うわ、全部かわした。ね、全部かわしたよね。そうですかじゃないんですよ。え、そうなんですかじゃないんですよ。もうやだ、あなたが見てなさいよ。はい、ラストです、広沢さんの攻撃ですか。はい、行きましょう、せーの、あっち向いて、おい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 、勝者広沢さんです。これはもう問答無用、2回。はい、というわけで優勝広沢さん、おめでとうございました。ありがとうございます。さあこれどなたと行きますか。まあ1枚ですけれども、うん、あずちゃんと行く。踏んだり蹴ったりだね。連れてってももらえないし、これ自体ももらえないし。中身を確認するんじゃない。バクンはご覧のスポンサーの提供でお送りしました。はい、というわけで広沢さん優勝おめでとうございました。センズベ